笑ってるでちゅ。笑って私に話すでちゅ。悲劇なんて喜劇にしかならないって笑っているんだけど、でもその体は少し揺らいでいるのがわかるんでちゅ。だって本当はもう傷だらけなんでちゅもん。立っていられないぐらい。でも笑って言うんでちゅ。ここにある悲しさなんて大したことないんだよって、そう思ってごらんって、そう思えるから、だからここに俺はいるんだよって。ないでちゅ。霧島は嬉しかったんでちゅ。所長がちゃんと霧島に向けて言葉を語ってくれたことが。そんな言葉じゃないんでちゅ。もう10年近く下で働かせていただいて初めてなんでちゅ。初めて所長のことが分かったから、丘の向こうでしか見えなかった所長がちゃんと見えたから、もういいでちしているのでちゅか。やたら遅いから見に来たら。霧島さん、それはリニアが悪いのです。だとしても、朝からリニアちゃんを叩いている暇があるんだったらとっとと起きるでちゅ。ほらほら、起こしに来させるならいい加減裸で寝るのはやめるでちゅよ。たく、あきゅー、大変でちゅ。リニアちゃんが倒れたでちゅ。気にしているのでちゅから。ほらほら、所長
くだらないこと言ってる暇があるなら、たまった書類を片付けるでちゅ。でもそのおかげで平和な場所で所長と仕事ができるのでちゅから、私は嬉しいでちゅよ。いいえ、何も言ってないでちゅよ。それではまた書類を取りに来るでちゅ。しまちゅ。あら、珍しいこともあるんでちゅね。雨乞いでちゅか。たまにではなく、いつもお願いしたいでちゅ。頑張ってくだちゃい。コーヒー、ここに置きまちゅね。チェックしまちゅ。はい、オーケーでちゅ。この調子でちゃんとリニアちゃんたちを指導してくださいね。では、失礼しまちゅ。申し訳ありません。朝は朝であんな失態、その上に高博さんの裸を見ただけで倒れてしまうなんて。いた。はい、お腹が減ってしまって、目が覚めたようです。はい、ごめんなさい。え、あの…そんな、あんなに朝にご迷惑をおかけしたのに。ありがとうございます。このサンドイッチは大切にします。
そうですね。はい、ありがたくいただきます。でも高博さんは食べられないのですか？でもこれ余ったって包装が破られていない一個丸々じゃないですか。それに痛っ。高博さんもよろしかったらご一緒に食べませんか？残り物って未開封じゃないですか。でもこれの製造月日は今日の朝ですし。気遣いより高博さんと一緒にサンドイッチを食べた方が嬉しいですよ。あ、ごめんなさい、生意気なことを言ってしまって。ありがとうございます、高博さん。あー、これ社員食堂のフルーツサンドですね。リニアはこれが好きなんですよ。そんなことないじゃないですか。甘くて美味しいじゃないですか。ほら。あ、甘いものばかり食べていたらリニア太ってしまいますから。え、機械って太らないのですか？本当なのですか？甘いもの食べても太らないのですか？知りませんでした。これから好きなだけ甘いものが食べられるのですね。じゃあケーキとか30センチを一人で食べてもいいのですよね？さすがにそんな気がしてきました。え、高博さん、なぜリニアが卵サンドに目がないのが分かったのですか？あ、そうでしたか。ではお言葉に甘えていただきます。美味しいでしょ。いいえ、感動します。高博さんがくださった卵サンドの味にリニアはぜひとも感動しますよ。え、偏ってますか？
いです。は、はい、おいしい苦味ですね。苦いですよ。口の中が苦さでいっぱいですが、それでも満足です。私もそろそろ仕事に戻ります。はい、サンドイッチありがとうございました。こっちだ。じゃあこれでどうだ。それでは、こう来て飛車取り。あー、ちょっと待った。ダメダメ、もう3回も待ってるよ。頼む、5章だ。おじさんの5章は長いな。それでは、ちょいちょいっと戻して。ありがてえ。あー来て、こう来て、あ、だんだん。どういうこと？静かにしろ。人に当たらない、当たらない。分かってろ。これでどうだ。ほいほいっと。そうくると、よっと、これでどうだ。ふんふん、じゃあこう来て大手。ぎひぇー、ちょっと待、いや、こう逃げて、じゃあこうして金打ち組。あジョーちゃん、つげえな。こんだけやられちまうと逆にすがすがしいぜ。おお、お前来てたのか。みっともねえところ見られちまったな。